はい、大楽の窓です。今回の話題、北京五輪で日本はどうする、外交ボイコット、世界はじっと見ている。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。北京五輪に対する日本の対応でありますよね。まだはっきり決まりません。12月16日の予算委員会で岸田首相は、今のところ自分自身は参加することは予定していない、このように発言しましたが、これがまたネット上でやり玉に上がっておりました。アメリカをはじめファイブアイズ加盟国など西側主要国は足並み揃えて、いわゆる外交的ボイコットをさっさと表明しております。まあフランスのような国はまた別ですけれどもね。日本はいつまでもたもたしているんだ、こういうことだと思うんですけれども、それも確かにそうなんですが、しかし冷静にこのニュースだけを見れば、これは立憲民主党の白新君からの質問に対する答弁でしたよね。それだけのものということにもなるわけで、そこだけを切り取って騒いでいたところで、私はね、これ本質が伴わなければダメなのではないかと実は思ってもおります。どういうことかと言いますと、では仮に欧米諸国と足並みを揃えて、直ちに日本もね、外交ボイコットしますよと宣言していたとしても、それは来年の2月に日本政府の代表者が北京には行きませんよ、それだけの話だと思うからであります。それよりもですね、今すぐ尖閣をうろうろする軍艦をどうするのか、また現在チャイナに進出している日本企業が相次いでね、これ変な罰金を取られたり、あるいは日本人学校に脅迫まがいの嫌がらせの電話をかけられたりと、こういうこともあるわけですからね。そういった問題がある中で、今後もあの政府との関係をどのように続けるのか続けないのか、こういうことでありますよね。そして国際的にはウイグルをはじめとする人権問題、これに対して日本はどういう姿勢を示すのか、ここに尽きると思います。これらに対してはっきり決めることができないのであるならば、ギリギリになろうとさっさと決めようと、北京五輪外交ボイコットですね、これをやったとしてもあまり意味のあることではないと私は思います。米中どちらに対しても舐められて終わり、こういうことになってしまうのではないでしょうかね。これ以上ズルズルやればですけれども、相手に舐めさせたふりをしてうまく立ち回って勝つなんていうね、こんな常套手段ができればいいんですけれども、どうもねそんな雰囲気もなさそうに見えます。こういうことを言うとまたね、ネトウヨだなんて言われそうでありますけれども、私ならアメリカが外交ボイコット、これを表明する前に宗教に対してですね、もう尖閣に近寄るなと公式に言うべきだったと思います。当然向こうはね、これそういうことを言えば反発してくるでしょう。また例の辛辣なフレーズ言い回しで罵倒してくると思います。ただね、それでいいんだと思います。私は相手に大きくお断りのね、文句を吐かせておけば、その後日本がね、たかだか北京五輪であります、それをね外交ボイコットするくらいのことはなんてことなかったはずだと思います。親中思想でなければの話でありますけれどもね。まあ岸田政権でありますけれども、これもしかしたら最後まではっきりと決めないで、うやむやのままやり過ごう、こんなことを思っているんでしょうかね。まさかそんな風にさえ見えてきました。まあそれがね、決してルール違反とかね、絶対決めなければいけないという、そのような決まりがあってやっているわけではないとは思いますけれども、これまずいんではないでしょうかね。親中というよりも、あるいは背後にある財界に逆らえない、そういうね事情があるんでしょうか。そういった意味では利害において、たとえ露骨であったとしても、ボイコットはしないよと腹から発表しているフランスさん、あるいは韓国の方がよっぽど外交をねちゃんとしているのではないかと私は見えます。フランスは次期五輪の開催地でもあるということですよね。それから韓国はこの前の尿素水もそうでありましたけれども、とにかく中国依存度が高すぎると、こういうことがあるわけです。ちょっと前のニュース記事でも見ましたけれども、これ輸入する鉄筋は 60% が中国からだそうです。それから分離膜の原材料、これも中国から6割、それから酸化タングステン、水酸化カルシウム、水酸化マンガン、
こういったものが軒並み 90% 以上中国からの輸入に頼っている、こういうことだそうです。そしてさらには文化産業の輸出も中国は3割を占めている、こういうことがあるからね、もう韓国としてははっきりと、まあ、ボイコットするなんてありえないと、考えられないと、このように言っているわけですからね。まあ、これはこれで褒められたものではありませんけれども、ただ潔いといえば潔いわけです。それに比べてということでね、日本はどうするんでしょうかね、これ。本当に玉虫色でやるんであればやるで、本当に日本の国益だけを考えて、ずるくても何でもいいからね、そのようにやってくれるんだったらいいんですけれども、もしもね、中途半端にそれこそうやむやにやり過ごそうなんて思ってたら、それはね、失敗に終わるんではないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。ということでですね、このニュースについてはタイでもね、連日多く報じられております。そこであるね、投稿から一つね、今回はタイ人の声をご紹介したいと思います。まずはこんな SNS 上の投稿から見てまいります。アメリカは中国北京冬季五輪に政府の代表団を派遣しないというボイコットを表明しました。ウイグル人権問題に対する措置ですが、選手は従来通り競技に参加することができますということでね。さてこれにどんな声が上がったのか、まず一人目、ボイコットするなら選手も送るべきではありません、それは本当の意味でのボイコットではありませんね、ということでね、全くもってこの私はその通りだと思います。それからそれより中国に経済制裁した方が有効なのではと、これもねごもっともですよね。それから五輪に参加しないだけでナイキもアップルも中国に工場がありますしね、ということでね、日本もたくさん超一流企業のほとんどが中国にね工場を構えていると思います。それからコロナはどこから来たと思いますというね、こういう投稿もありますけれども、これにもう一人ですね、でも中国はアメリカのせいだと言ってます爆笑ということでね、こういうやり取りもね当初からありましたよね。それからアメリカは世界の悪者、こういう意見も出てきました。それから中国こそ真の世界のホスト、とこういうコメントも続きます。それからそれに対してでしょうかね、もうそろそろこの投稿ページも終わりですね、変なコメントが増えてきましたということでね、こういうことはよくあるわけですよね。ですからこの人もよくわかっているわけです。私もたびたびしばしばね常日頃見ております。それから中国の子たちがいっぱい来ましたね、笑い、ということです。それから中国は台湾にも領海線を引くから待っててね、と、これもまた中国の人間だと思いますけれどもね、こういうタイのね領海を占領するからと、こういうねことを言っております。それからですね、この連中のコメント、もう我慢なりませんと怒っておりますね、これはタイの人ですね。それからコミュニストに関わってはいけません、私たちが選ぶのはいつだってアメリカ側、自由主義です、ということでね、まあ落ち着こうやということではないでしょうか。それからもう一人最後ですね、今世界中からボイコットの声が上がっています。それは彼らが明らかに間違っているから、中国はこれから世界中に継ぐわなければなりません、というね、こういう最後の人のコメントでありました。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。今回のコメントですね、どれも私たちとそんなに変わらない感性ではないでしょうかね、タイ人の人たちのコメントでありますけれどもね、ただ私の場合は特に一番最初に出てきたコメント、外交ボイコットをして選手を送るならそれは本当のボイコットじゃないよと、こういう意見でありますけれども、これ実は私も全くもって同意であります。選手も本当に命がけでやっているんだ、それをね一般人にはわからないだろうというね、そういう選手の声もあろうかとは思います。そういう選手たちはいざとなったら自分のね国の代表ということでなくても単身でもですね参加するぞと、それぐらいのね考えは持っているのだと思います。私はそういう個々の意思を決してですね否定するつもりはありません。ただそれがもしも自分の身内だったらそれはね絶対反対するだろうなと、それだけの話であります。しかしいずれにせよ、もし今この状況下において中国へ行くと選手たちがですね言うのならば、
大変冷たい言い方かもしれませんけれども、万が一のことがあってもそれはあくまで自己責任だよということだと思います。それはね、もう選手の方にしたってそんなこと言われなくたって分かっているとおっしゃると思いますしね。ただそこははっきりと公に宣誓すべきだと思います。東京五輪反対を訴えていた国民あるいは政治家もいましたけれども、確かにね、あの時あれはあれで正しい部分もあったのではないかと思います。あの状況でですね、どちらにせよ0100でどっちかが 100% 正しい、どっちかが 100% 間違っている、こういうことはね、なかなか言いづらかったと思います。ただね、どちらかといえばやっぱりあの場は東京五輪は五輪で開催した方が良かったというね、そういう比率が高くてあの結果になったのだと思います。ところがですね、東京五輪は反対したものの北京には肯定的になるというね、そんなおかしな話も今出てきておりますよね。しかもさらに言えば、もしも万が一北京で選手らに何かあった場合ですよね。こういう状況の中で今度はね、そういう人たちはまた今度反対にボイコット賛成論者に変わるのかと、こういうことであります。そんなことは私は決してね、あってはならないと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。